小泉義下に本丸佐賀城は、非全国佐賀郡佐賀にあった日本の城。古名は、助ケ城。別名、沈み城、吉光城。江戸時代初頭に完成し、戸様大名の佐賀藩鍋島市の居城であった。佐賀城は佐賀市の中心に位置し、城郭の構造は輪郭はし五角複合式平城である。幅50メートル以上もある堀は、 石垣ではなく土塁で築かれている。平坦な土地にあるため、木内が見えないように土塁には、松やクスの木が植えられている。城が樹木の中に沈み込んで見えることや、かつては幾重にも外堀を巡らし、攻撃にあった際は、主要部以外は水没させ敵の進行を防衛する仕組みになっていたことから、沈み城とも呼ばれてきた。また城郭と、 城下町の完成予想図と思われる、慶長五石絵図とは、本丸石垣の構成や櫓の数など異なる部分が多く、厳密には未完成の城である。江戸時代には、城下と城内に、掘割が縦横に張り巡らされ、生活用水に使用されていた。また、城下には、武前小倉から長崎まで続く、長崎街道が通り、宿場町としても栄えた。 明治時代初期に起こった佐賀の乱により、大半の建造物は消失し、社地の門と続き倉のみが残っており国の重要文化財に指定されている。教法11年に消失した天守は小倉城並みか、それよりわずかに大きい規模ではないかと最近の調査で推測されている。現在、城跡は佐賀城公園として整備され、本丸御殿が木造で復元され、 佐賀県立佐賀城、本丸歴史館として公開されているほか、周辺は東堀や土塁が復元され王子の姿を取り戻しつつある。二の丸には佐賀県庁、合同庁舎、放送局、美術館、博物館、小中高の各学校など公共施設が立ち並んで佐賀県政治経済の中心地となっている。 龍造寺高信をはじめ龍造寺氏の創家居城であった佐賀龍造寺城は平安時代末期に藤原須期が龍造寺村の領主になって到着しその子が龍造寺氏と称して以降慶長期に鍋島氏が近世佐賀城を不審するまでの間龍造寺氏の拠点であった1569年大友総林は筑後国高良さんの吉見武器に本陣を置き 佐賀平野の北路から大軍を投じた侵攻により、佐賀流造寺城の周辺はことごとく焼かれ、城は窮地に追い込まれた。高信は一度は大友と和平したが、1570年、再び総林は大軍で佐賀に攻めてきた。再度追い込まれた流造寺軍は佐賀流造寺城に牢城した。窮地に追い込まれた流造寺軍の鍋島信政は、 野州により今山の陣で大友軍の総大将の大友近さを打ち取った。その後、竜蔵寺高信の個性化、その後、高草の居城となる。その中世の佐賀竜蔵寺城の所在地と実態については不明な点が多い。平成21.22年度に佐賀市教育委員会によって発掘された西五門付近で中世の佐賀竜蔵寺城に関連する。 大型建物二棟や堀などの遺構や遺物が初めて確認された。また、佐賀流造寺城域の流造寺市館方跡については、和格スの機械館と佐賀西高校グランドがその推定地と考えられている。佐賀城はもともと流造寺市が居城としていた村、中臼区を改修、拡張したものである。九州北部に派を唱えていた。 龍造寺高信は1584年に、島津、有馬連合軍に敗れて戦死した。これを機に、龍造寺家臣の鍋島直茂が実権を握った。直茂は早くも、1585年には、村中臼区改修を計画している。しかし未だ当主であった、龍造寺聖家の居城であり、直茂は、はす家城が居城であったため、主家にはばかって、計画には手をつけなかった。 計画が実現したのは、江戸幕不政権下で正当に、佐賀藩主として認められた後の1602年本丸の改修を始めてからである。直重の計画に則り、次の藩主、鍋島勝重が1611年に完成させた。内堀の幅は80メートルにも及ぶ高層なもので、小倉城天守の図面を参考に高さ38メートル内間に酔え、 内部5階建ての天守も建造された。また、現那の一国一条例で、かつての巨城破水化場は破却された。城は幾度も火災に見舞われた。特に1726年には大火に見舞われ、天守以下本丸建造物の大半を消失した。これにより御殿などが1728年に二の丸に完成し、反省は二の丸を中心に行われた。 さらに1835年の火災では二の丸を消失。これにより、再び本丸再建が行われ政務は本丸に移った。現存するシャチの門、続きアングラは、この再建時の1838年に完成したものである。同時に建てられた本丸御殿は、明治維新以後、裁判所や学校として利用された。なお、天守は、 教法の火災を再建されていないな明治時代撮影の本丸御殿と社地の門1874年、江藤新平を中心とした佐賀の乱が起こり佐賀城はこの反乱軍に一時占拠された。この戦闘の際に建造物の大半を失った。なお、社地の門には当時の断痕が現在も生々しく残っている。以後、佐賀城市には学校、速攻所、 県庁など公共施設が次々と建設された。社地の門と鈴木櫓は1953年佐賀県重要文化財に指定され、1957年には国の重要文化財に指定された。この年、明治時代の建造物、共和館が天守台に移築されサークル活動等に利用されていたが、 天守の構造物と誤解されることが多かったため2003年の探し議会で解体されることが決定された。本丸五天の一番奥にあり天保機の建物と見られる魚座館は鍋島直政の居室であったが1958年に水が交代木公園に南水会館として移築された。2001年市の重要文化財に指定された。 2004年本丸御殿の復元に伴い元の位置に戻された。2006年4月6日、日本百名城に選定された。2012年より大規模な天守台の発掘調査、及び文献調査が行われている。これにより、外観は酔え姉ながら内部は、上から上段、下段、二段、三段、その外の5階建てとなっており、最上層が、 上下2階建てとなっているのが特徴で、1階は礎石の配置状況から後期天守閣としては珍しい書院作りであったと推定されている。また、窓は天守台の発掘によって出土した金具からと長後と推定されている。そして、現代に伝わる天守閣が描かれた絵図が、寛永3年、寛永お城並び工事長図と慶長さよしみ、 症状内映図の2枚が残されているが、両者にはいくらかの相違は見られるものの、最上部を除き破フなどの屋根装飾が一切描かれていないのが共通点として挙げられる。これらの特徴は参考にしたとされる小倉城天守の特徴と一致することが分かってきた。ありがとうございます。